感じのね、言い訳をしつつ、そう、みこちゃんのとつまちに出たよって話なんですけれども、その後みこちゃんからディスコードのチャットが来ましてね、ウイママがやったらおもろそうだからおすすめするねっつって URL が送られてきたの。それがね、トロッコ問題だったわけ。どんだけハマってんだよっつって、私がやったら面白くなるってなんだよっていうことでね、あのトロッコ問題を題材にしたトロッコ問題オブアルマゲドンっていうゲームの URL が送られてきたので、もう早速ねやっていこうかと思います。ミコちゃんはハマっているらしい。大丈夫か、私これ発言間違えるとね怒られると思ってるよ。このゲーム倫理観が問われる。ゲームの正解なんてないよ。あ、本当ですか。正解なんてないか。じゃあいいか、何言っても許してほしい。何言っても許してね。はーい、ということで移動します。このゲームをやっていくんですけれども、どうですか、この配信はフィクションです。いや本当にね、フィクションフィクションマジマジ、実際のあのものとはね、あの違いますから。実際に私があのみんな殺せとか言うわけじゃないから。ちなみに皆さんはトロッコ問題は知っているんですか。このゲームのことではなく、思考実験としてのトロッコ問題はご存知なんでしょうか。そりゃ知ってるよ。そうか、フォロー面で見た。このゲーム向いてないよ、やめてよ。まだ始まってないんだから。っていう感じのトロッコ問題っていうのがそもそもあるんですけど、それを題材にしたゲームをやっていこうと思います。大丈夫これ。これ大丈夫ですか。怒られないかな。これみんな どういうテンション感で配信してんのこれ。あ、スキップできるんだ。あ、無能の5人と旗。おおおおおーって言っていいんですかこれ。いきなり高得点。いや違う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 、作業だからあくまで仕事なのでは。やめてよ。ちょっとあの選択肢ミスったかもみたいな思わせるコメントやめてよ。こういうのを次々とやっていくのね。予定にない作業ってなんだよ。うっかり路線に迷い込んだ大人2人。うっかり、うわ出た、大人か子供か。いや子供を犠牲にしよう。さよなら。大人が何歳かにもよるけど。あ、心が痛い。心が痛い。え、そうなの、みんな。そっか、大人の方犠牲にするんだ。いやでもさ、考えてみて、子供だけ一人残ってもさ、誰が世話するのって話を。ほらね、大人分の経験値って大事だから。ダメか。見てるか、スバル。やめてよ、スバルのことじゃないから。子供はね作れるから大丈夫。大丈夫この配信、本当に配信に気をつけよう。次はあなたの友人1人、あなたが知らない5人。悪いですけど友達優先させていただきます。だって私が知らない5人って私の人生には関係ないもの。何も言わない方がいいか。人の心がないんか。いやこれは人の心があるから俺たちが。お前たち死にがちかもしれない。すいません、あのまあ5人すいませんが、あのさよなら。はい。だって渡目と君らだったら渡目取るでしょ。あ、すいません、次行きます。あなたの友人1人、あなたの友人よりはるかに優秀な人1人。え、いや知らんしこの人。知らんし、何が優秀かも知らんし。悪いが友達を大事にさせていただくぜ。すいませんね。あ、でも逆に自分の友人犠牲にしてる人いるんだ。そうか、人類のあらゆる娯楽を収めた媒体、犠牲になった人たちの記憶を収めた媒体。何それ。いや娯楽が大事、娯楽が大事。やっぱ犠牲になった人たちってもしかして私が今まで殺してきた人ってこと。オタクすぎる。違う。だって過ぎたことをさ振り返ってもしょうがないよ。未来を生きようよ。ね、やっぱ娯楽よな。え、これ私がやってきたやつらの記憶ってこと。それはね、私のためにも消した方がいい。危ないから。私がやった証拠が残るのやばいから。あ、終わった終わったらしいです。これ何がわかるの。サイコパス度とか。やめてよ。なんか飛行機、ロケット？
うっかり路線に迷い込んだ大人2人、私たちの子を知りません。選ばれた人たちの気持ちが分かるってこと。サンキュー、あなたの友達よかった。わため勝手にわためにする。でも本当に俺が乗ってよかったのか。誰だお前。ちょ、間違えたかも。ちょ、そんな知り合いいないかも。次行きますよ。いや、これはやっぱ知らないし多いしね、友達と私は宇宙に行きますんで、すいませんが、知らない人たちさよなら、リスナーの皆さんさよなら。あー、いなくなってしまった。はい、で次も友達か優秀な人でしょ。何において優秀かによっていろいろ変わってるくるけど、しぐれよりは友達いた方が嬉しい。主観。絶対に間違えてんだよな、人選をさ。